こんにちは、皆さん。今日はエネルギーを浄化する方法についてお話しします。私たちは日々様々なエネルギーに触れ、その中には重たくて疲れるものもあります。でも、簡単な浄化の方法で心と体を軽く保つことができるんです。それでは、早速浄化の方法をいくつかご紹介していきますね。まずはクリスタルを使った浄化です。クリスタルにはそれぞれ特有のエネルギーがあり、持つだけで波動を整える力があります。特にアメジストやクリアクォーツは浄化に適しており、手に持って深呼吸するだけでも心のバランスが整うと言われています。自分のエネルギーが重たいと感じたときは、クリスタルをそっと握り、ゆっくりと呼吸してみてください。クリスタルがあなたのネガティブなエネルギーを吸収し、浄化してくれます。次に、お香を使った浄化の方法です。お香は古くから空間の浄化に使われてきました。特にホワイトセージのお香は強力な浄化力を持っていて、部屋に溜まったネガティブなエネルギーを払うのに最適です。お香を焚いて、その煙がゆっくりと部屋中に広がる様子を感じてみてください。煙が空間を浄化し、あなたの周りをポジティブなエネルギーで満たしてくれるのです。次に紹介するのは、瞑想を使ったエネルギー浄化です。瞑想は自分の内面に意識を向け、溜まったストレスやネガティブな感情を手放すための素晴らしい方法です。深く息を吸って、静かに吐き出す。そして息を吐くたびに、体の中に溜まっている重たいものが外に出ていくイメージをしてみてください。瞑想を日々の習慣にすることで、自分自身のエネルギーがどんどんクリアになり、ポジティブな変化を感じることができるでしょう。日常生活でもエネルギーをリセットする方法があります。例えば、自然と触れ合うことです。公園を歩いたり、木に触れたりすることで、大地から癒しのエネルギーを受け取ることができます。また、シャワーを浴びることも効果的です。水が体を流れるたびに、ネガティブなエネルギーも一緒に洗い流されるイメージを持ってください。自然の力や水のエネルギーは、私たちにとってとても身近で、強力な浄化の手段です。エネルギー浄化は、特別な道具がなくても始められる簡単な方法です。クリスタル、お香、瞑想、自然との触れ合い、どれも日常に取り入れることで、心と体を軽やかに保つことができます。疲れたとき、心が重たく感じたとき、ぜひ今日紹介した方法を試してみてください。エネルギーを浄化してリセットすることで、明るく前向きな毎日を過ごせるようになります。それではまた次回お会いしましょう。